痩せにくいよって思った人は今回のメニューを一緒にやっていきましょう。足をね、上手に鍛えていくことで代謝を高く保てます。体を動かすのは足です。一緒にやっていきましょう。足肩幅でまず左右に揺れましょう。ちょっとだけ膝曲げて体重を入れ替えます。まずはね、ウォームアップをして体が温まってしっかり動いていきましょう。今回辛くないメニューなのにしっかり効かせられるんで、痩せたいよって人にはぴったり。 OK。 今度は足を縦にしましょう。前後に揺れます。スマホ持ってやる方はね、手は腰じゃなくてもいいです。見ながらやってもいいです。これでも体重を片足ずつに乗っけてるんで、すごい鍛えられてます。反対も一緒です。体重移動だけです。これでも体幹もね、鍛えられてるんで、体のラインが悪い人とかね、反り腰の人とかにはぴったりです。今度はこのままお尻を一周ずつ回します。腰だけじゃなくて体重を移しながらね、大きくお尻を動かしてください。膝を少し曲げたままで。実はこの動きがね、すごいね、弱っているお尻の筋肉鍛えられるんです。片足上げながら体を横に回します。片足体重でウエストを絞る。この時お尻の横がね、鍛えられてるんで、お尻の形が良くなったり、ウエスト絞っているときくびれができます。OK。 今度片足少し曲げた状態で片足上げときましょう。バランス取りましょう。もしできる人はつま先でちょっとだけね、動いてみてください。こういう感じで、きつい人はね、止まっててもいいです。できる人はつま先かかとで前後に動いて。 OK。 つま先上げる力弱い人多いんで、しっかりね、つま先上げて、かかと上げて、少しだけね、動けたらいいです。かかともつま先も上がらんよとじゃね、止まっといてください。バランス取りながら。 OK。 今度はつま先をね、上げながら前かかる。これだけでも結構バランスがね、いりますよね。
のね動きみたいな感じです。おー、バランスいい。 OK。 今度は片足つま先、片足かかと、膝を伸ばしたままちょっと動きます。つま先とかかとです。つま先の方はね、かかとがつかないように注意、膝伸ばしたまま、骨盤調整になります。OK、 反対も一緒です。かかとちょっとつま先、結構かかとの高さがね違う状態で膝が伸びてるんで、骨盤のね歪みが整います。たまにやってください。慣れる場所をね狭くして動いたり、難しいうちはね広めに動きましょう。横に動きます。少し膝曲げて、つま先かかとで、つま先かかとで横に動きましょう。これはね、カニ歩きです。クラブウォーク。どちらも前後に動きながら横に動いてる感じです。OK。今度は少しずつね、カニ歩き。ちょっと膝曲げたまま。細かく動きましょう。これもね、片足体重になってるんで、すごい下半身もね、鍛えられます。片足スクワットみたいなもんなんで、オッケー。さあ今度は片足でね、足を上げて下ろす。手を振りながらできればやりましょう。スマホ持ったままの人はこんな感じ。踏ん張る力が大事なようで、実は歩く際ってね、足を上げる力がないと足上がらないんで、踏ん張ることよりも足上げることもね、たまにはしましょう。足が高く上がれば日常的な活動量が上がります。 OK、 また一緒です。足を高く上げる。足を高く上げると腰が丸くなるんで、反り腰の人にはね、この足を高く上げる動きがぴったりです。OK。 あんまり歩いてない日や食べ過ぎた日はこの動画をやってください。